こちらの句伝物は一部不適切な表現がありますが原文を尊重して読みますことをお断りいたします松野美沙夫美人の生き埋め第36世判事は改善のところへ行ってある頼み事をします用語解説自在自在鍵のこと さっしゃいますなさりますということのれんきそのお店で一番人気のということ引き続きまして西洋人情話松の美沙夫美人の生き埋めおいおいお話も末にあいなりました申しかけました江戸屋の判事は兄に愛想づかしを言いかけまして 無理に兄弟の縁を切って西浦賀の江戸屋を立ち入れますと小金がはだしでやんつう坂まで追っかけて参ったところまでお聞きに入れましたがここにマボリの常連寺と申す全申し上げたおんを生き埋めにした寺がございましてここの留守坊主は元神田の児童像におりました破壊荘でございますがただいまこの寺が焼けて 留水のないので頼まれてここにおってもっともらしい顔つきをしておりますが世にいりますと山寺で人が来ませんから箱膳の引き出しからアジの塩焼きやカツオの刺身が皿にのせてそこへ出かけてそのそばのところにしゃもの切り身があって小鍋立てで手酌でぐびりぐびりと酒を飲んでおります。 ところへ台所口から判事ごめんなせええまっぴらごめんなせえ海然さんおうちですかいはいどなたへどなたでげす西浦賀の江戸屋判事ですがちょっと開けておくんなさい困ったもんだななんじゃ知らんがわしは今寝たがねどうか用があるなら 明日来てもらいたいものじゃがねどうかそんなことを言わずにちょっと開けておくんなせお願いだがようねついたがね寝ついたものが口を聞くやつがあるものか起きているじゃねえかそれは眠りについたじゃないが床の中へ潜り込んでるので寒むうて起きられんがね寒い自分でもねえじゃねえか 「冗談じゃねえあぐらかえているじゃねえか」「のぞいていやがら困ったなまあ待ちな待ちな今開けるから」とそばにあるあじの塩焼きやしゃもなぞを京づくえの引き出しの中へおしまいといたしまして香港鉢と茶碗をのせて前の膳を脇へ偏せて「さあそこが開くから」 間の方から上がりなさい「はいごめんなせ」と戸を開けて入ると上がり口は広い板の間で炉が切ってあって自在にくすぶった夜間がかかってある「さあこっちへ入んなさい」「まことにどうもご無沙汰をしましたいつもお達者で結構でいやお前も相変わらずお達者じゃが」 最も若いからね時にお兄さんがだいぶお前のことでは苦労するようじゃが辛抱さっしゃるかへえどうも日の用心と違ってさっしゃいますとはいかねえのでちっとおめえさんに降りっておねげえがあってきたのだがおめえさんも知っているそれ6年後の祭りの時金棒引きになった。 芸者の小金ねああうんあの小金かえ知っているともあれは確かお前の何であ,ーあれはいい女だあいつをおめえさんがどうかして取り持ってもらいていというようなことを西浦賀の若え者に頼んだことがあるだろうけしからんことを出家の身の上で。 そのようなことを、誰がそんなことを言ったかわしは一向覚えはないでそんなことを言ってもいきません実はあれは不思議なわけでわっちのをかかわにするようなわけになったところが兄貴はあの通り物語ので吉崎さんへ義理が立たねえの荒井町の石井さんにすまねえのと言ってわっちはとうとう感動となって 仕方がねえから江戸へ行って小金のとこに足掛け二年もくすぶっていたがあいつもわっちにゃあーブ実を尽くしてくれたので兄貴もあんまり義理が悪いから女房にしろということになって今小金は出てきてうちにいるのだがね妙なもんで六年後はあいつもいい女だったがこの頃は こう小じわが寄ってきて年をとった心臓の顔はおっかねえものでなんだか見るのも嫌になったがそれとは違って亀屋ののれんつきのオカメはねこいつはちょっとあだっぽい女でこいつとわっちは約束して年の明けるもちけえからこいつを女房にしようとしたところがそれをやっかみやがって。 小金めがギャーギャー言って面倒くさくってならねえのに兄貴もあいつをおつにひいきしてああのこうのと言って実にしちめんどくせえから兄貴と二つ三つ言い合ったとこが兄貴めはらあ立ち上がって見ておくんなせえわっちのさかきのとこをぶっきりやがってこのとおり傷があるなんぼ兄弟でも あんまりなことをしやがるからもう兄貴でも何でもねえ縁切りだとって書きつけを放りつけて出てきたらかね目そこから追っかけてきやがってしかたがねえ。よんどころなく大津の銚子屋へ逃げ込んでみるとまだ23人も客がいるにあいつがギャーギャ吉芸のようになってわっちの胸ぐら取って騒ぐから何でもだますよりほかはねえと。 ここじゃ話ができねえ。マボリの常連寺にカイゼンさんが留守をして一人でいるから、あそこへ行って、炉の旗に俺が寝ているから、知れねえように中へ入れ。そうすれば、とっくり寝物語にしてやろうと、ようよう騙して、わっちは一足先へ来たが、もう今にあいつめへ来るにちげえねえ。ところで、頼みというな、 おめえさんどうぞわっちのつもりで手ぬぐいをかぶってほうかぶりをしてぼうずあたまをかくして床をとってねていてきたらおめえさんが床の中からちょっとこう手か何かにぎって首玉へ手をかけておくんなせいところへガラリッとからかみをあけてわっちがとびだすさあふてえやつだただおくものかほかに男もあろうに」。 衣を着た出家とこんなことをしやがって不てえまださあどうするか見ろ改善それはかわいそうだかわいそうもクソもあるものかさあ友達に顔向けができねえ覚悟しろだが命は助けるその代わりてめえを横須賀へじょうろにはめて俺もそれだけ。 友達にに顔向けけのできるようにしななればならねえ覚悟しろこの坊主不定やつとまあこういうわけになるのだえらいことを言うなあ呆れてものが言われんようまあ考えてみなされわしをなんじゃと思ってわしは今朝衣を着る出家ではないかたとえる水でもマボリの常連寺で今はやれても もとは大事じゃこの寺の流水をする出家を捕まえてそれに邪院の会を犯せという備えなことがあろうかい頼むにことを書いてまあ呆れたそして罪なことじゃないかい備えに惚れて女房になりたいとってお前も特進の上で田舎のこの裏が下りへ呼び寄せながら今更飽きた うちへ返すに手がないとって。まあ、いわば、会いたい間男をして、罪を着せて、上路に横須賀へ売るなんぞと、そのようなことを言われた義理かい。呆れかえって、もう物が言われん。さあさあ、さっさと帰ってください。わしは、備ないなことは聞くのも嫌じゃ。第37席。 カイゼンはかなり抵抗していましたが、ハンジはことを進めます。用語解説、頂上、この上もない満足なこと、大黒様、寺の住職の奥様の総称、ハンジ、そんなことは言わずとやってくんねえな、カイゼン、できんと言ったら、 言んでくださいアホなことを人情じゃからわしは許すが表向きになればただは許さんぜどこまでも届け出ますじゃ出家というものはなお前なんぞはわからんから言って聞かすが誰も知っている誤解を持つというじゃこれは俗にはできにくいものじゃそのうち中等会といって 仮にも盗みをすることは許さん。塵とつでも盗めないじゃ。ことにまたジャインの一回というてこれを破れば魔界へ落ちるというくらいの大事なものじゃ。それに酒を飲むことができん。恩主の戒は文殊教にも出てあるじゃ。ええか。それに猛語会といって嘘をつくことはできん。ええか。 それに虫けら一つでも命を取ることはできん。殺生会と言ってな、それはそれはできにくいには違いない。食いたいものもよう食わず、飲みたい酒もよう飲まず、愛すべき女子も愛さんで慎んでいるからこそ、法上様とかお出家様とか言われる身の上となるじゃ。それに向かってどうも、 なれあいま男をせえなぞとはなんぼものがわからんでもほどがありますわ。いんでください。なるほど。こいつはどうもすまなかったね。したがね、おめえさんなぞはそんなことはねえがね。なかには道楽な坊さんがあるね。こないだも亀屋へ行って浮かれているとあそこのおすみという24号の ちょっと小粋な女があるが大層粋な声がするからその座敷をそっと覗いてみると客の坊さんがお墨の部屋着を着て坊主頭に鉢巻きをして柱に寄っかかって大あぐらをかいて前にあるなみんな生臭もの鯛の浜焼き謎を取り寄せてそれに四つ足謎をくらって 「お隅に地だらけやがって爪引きで羽歌か何かお経声でうなっていたが『海ンさんその坊主はおめえによく似ていたぜ』」「あああれを見たか見たかもねえもんだえらいことを知っているなあ困ったなええわ知られた上は是非がないが」 俺はちょっとそのただほんの気晴らしにおなごを愛すので楽しんでインせずでなうまいことを言ってるぜ恩恵会なぞと言ってもここに酒があるじゃねえかそれは仕方がない好きじゃからおやおやここに魚の骨がお前の前にある竹の皮包みはシャモかい それはうまいねになせえな。ああ、こうめっかってはもうしかたがねえ。人には言うなえ。いいやしねえ。そのかわり、打ち明けていった今の話は聞いてくんなせえ。実はなあ、6年後の祭りの時お小金が若衆頭で、たっつけとやらいうものを履いて、金棒引きになって、 肌を脱いで地盤の袖がいくつも重なってその美しいこと何ともかんとも言えなかったわしはその時ぞっこん惚れ込んだが何を言うにも坊主の身の上またお前という色男があるから諦めていたがけれども実にあのようななあないなああのようなええ女をお前なんで嫌になったのじゃ なんだって他にわけえのができたからさおねげえだ俺が言うことを聞いてくれお前、本当にじょうろに売る機かいそうよじょうろに売る気ならわしにくれんかいおめえがもらってくれれば実にありがたいそれに一晩でも抱き寝をした女だから実はじょうろに売りたくもねえのよ おめえがあいつを留守にしてくれりゃ頂上だ。そりゃわしも願ったりかなったりじゃ。これから衣の洗濯でもしてもらったりほころびでもぬうてくれれば実にありがたい。このへんは何をするにもみんな脇へ出すものじゃから銭がいってどうもかなわんがそうなれば万事につけ都合がええじゃ。 お前ほんまに世話してくれようかくれるよ。狂言の筋が「わっちが殺してしまうというのをおめえが中へ入へってそんなことを言わずと助けてくれ。俺がどのようにもしようから女を俺にくれないか」とこうおめえが言うのよ。その代わり多分のことはできんが金を出すからといって20両金を出すのだ。 それはちょっと困るね。金はないが。そりゃ、金は俺が出すよ。それじゃあいい。うん、それから。それから、その代わり、はじめは、脅しで縛るよ。縛るそうよ。縛らなけりゃならねえ。おめえを縛って、小金は、あいつも縛るのよ。 それかかから台床に出馬包丁かなんかあるだろうそいつをもって「さあ八つにするぞ」と言って「うちの出刃は光らん」「真っ赤に錆びてるぜ」「ただ振り回すばかりでいいや」「驚くだろう畳へ突っ刺すから」「畳へは通らんぜ」「じゃあ畳のへりの間へでも刺すからいい」 危なない狂言じゃなあうんそれから「殺すと言ったら小金が助けてくれ」と言うに違えねえするとおめえが命ばかりは助けてどのようにもいたして江戸へ返すようにするからと言うのよそこで金を出すわっちが受け取る書きつけを書くそれを縁切りにしてわっちは出て行ってしまうのよその後で小金が おめえに抱かれて、おめえの大黒様になるのだよ。はあ、はあ、それはありがたい。思いがけない。なんだかもうぞくぞくしてきた。じゃあ、筆だの墨だのいいかじゃあ、坊主頭に手ぬぐいをかぶってこうしているのよ。いいか A は竹ヶ崎南山のかゆかさんが。 おらんさを「うにゃあ知らん」いん「いかんよとぼけちゃいかんよ知っているよ知っているったっておら知らんよ知らねえでじゃあどういうわけで石井の妹を鮎川様へ縁づける橋渡しをしたかあれは西浦賀の常禅寺へ。 さまが砲弾を聞きに行ってお富士山を見てもらいたいというからでやっぱり世話やしたので時々中東海のちょうちん持ちをするね。なんじゃいけないよ種があがっているからいけないよ。あれだけの山や電池を買い金を持っているのもみんな盗んだのに気のつかねえやつがあるものか。 手下が200人もあるからねなんじゃかわしは知らんがなそんなことを言ってもいかんよ悪事を平気な泥棒とは言いながら目を回したなりおらんさんをこの本堂の下の岩室の中へ生き埋めにしたねこれこれバカなことを言うな言うなったって種が上がっているからね どうしてそれを知っている？第38隻。判事の言うとおり、改善は一芝居を打つことにします。用語解説。じゃがまで蛇を取るまで知っている。よく知っているということ。判事。どうしたって？じゃがまで蛇を取るまで知っているのだ。 わっちも今兄貴をかぶって長い浮世に短い命うめえものをたんとくって指定放題をしてえわさそうじゃねえかおめえさんご章だ手紙を一本書いて鮎川様へ引きつけておくんなせ西浦賀の江戸屋判事という浄炉屋の弟だが楽器の自分から身情が悪くって ずいぶんお役に立つものだと言って手紙をおめえさんが書いてくれればいいその手紙を書いておくんなせい改善よしなよ好んで悪事の仲間へ入るやつがあるものかそんなことを言わねえでおめえさんが行くのじゃなしいいじゃねえか言うことを聞かねえと種を割るよまったくかまったくとって 悪事に共に加担すればそっくりの飛ぶ仕事じゃねえか。うん、そう、料見を決めたら後で書いてやろう。先に書いてくんねえな。後でも映画の。そんなことを言わずに気が変わるといけねえから書いてくんねえ。その代わり小金を女房に持たせるのだ。そんなら書いて、と。 改善はスズリ箱を取って判事の微情を書いてこれこれと引きつけ状をしたため上書きをいたしましてさあありがてえ。なるほどこれを持っていけば大丈夫だ時にあそこへ夜へるにはどこからへるか隠れて出兵りするとこはどこだいあそこのスワ様の陳述の屋代の裏に 一番高い土手がある。その下に石でこさえた水門口のようなとこがあるあそこの下へずっと手を入れてぐーっとこう当てると人差し指の当たるほどの石のくぼみがあるそこへ中指と人差し指で下へ押すとパチンとはじけて中へ入るとこがあるわいちげえね そうそう、あそこは、ドぶか何かで、水でも流れるとことを思っていた。おや、足音が聞こえるぜ。さあさあ、ほうかぶりをしねえ。頭が出るといけねえから。と、ハンジは懐から手ぬぐいを出してかぶせる。そのうち床を出して、その上へゴロリッと改善坊主横になりました。ハンジは何度へ入って、 二人襖を立てきりますと真っ暗になりました。しばらく経つとパタパタっと蔵里でも入ってきましたか足音がいたします。どま口のとに手をかけて小金半次さんここを開けてもいいのかえとようようかずさどを開けて忍び足で中へ入りまして板の間から小金は上がりまして。 手探りで探り寄ると敷布団に手が触りましたからぴったり枕元へ座りまして「ちょっとンジさんお前は本当に愛想もこそも尽きた人だよお前のような不人情な人と知らず私は騙されてこんな知らない土地へ来て恥っかきな今さら江戸へも帰られずお前に見捨てられるよりは海へでも飛び込んで」 死ぬ覚悟でいますから私が命を捨てる代わりにおめおめとあのおかめという女と夫婦にしては置かないよ。カイゼンは小さな声で「ええー、からこっちへ入れよ。何をぐずぐず言うのだえ。すっぱりお前の性根の座った挨拶しておくれな。挨拶次第で私はただは置かないよ。 と、懐からスーっと取り出しまするはカミソリ2丁でこれを合わして手ぬぐいで巻いて手に持って「さあ挨拶をお聞かせよ」カイはまた小さな声で「挨拶するからこっちへ入れよ」どんな声で言っても鉛が違いますから露見しそうなものだが そこは夢中で小金が問いかけると判事は一間から飛び出しまして。さあ、こいつら、ふてえ奴だ。お前はそこにいたんだね。こういうこともあろうかと思っていた。さあ、坊主、ふてえ奴だ。てめえは、衣を着る身でこんなことをしやがって、ふてえ奴だ。わしは何も覚えはない。 ねえもクソもあるものか俺の女房を引きずり込んだわ。うぬ、ん、両賢があろうさあ小金、ね、覚悟しろわしはお前と思ってこの畜生めら不定やつだと言いながらそばにあった丸ぐけを取って改善坊主をぐるぐる巻きに縛るから痛えなあ本当に縛るのか偉いなどうも じたばたしやがるな、覚悟しろ。縛らんでもええが。なんで、覚えてやがれ。どうしても縛るか。小ね、てめえも縛るが、ちっと、了見がある。さあ、ろうそくがあるから、手職を取って、本堂へ明かりを持ってこい。やい、坊主。さあ、来い。これ、これ、何する 何もタコもあるものかさあ一緒に行け」とずーっと本堂の方へ引きずっていきまして今からすぐ脇の本堂の前の畳を2畳上げて上げ板を払って開けるからカイは驚きましてそこを開けてはならん。こん中へおらんさんを生き埋めにしやがってと 元よりりたあけてまますから時期きました「そこを開けてはならんというに『ならんもなるもあるものか。よくもおらんさんを生き埋めにしやがったな。この坊主不定やつだ。おらんさんの代わりにこの中へへいれまぬけめが』とズルズル引きずるが改善は縛られているから動くことも何もできない。 これこれ何よと言うばかり小金も手伝って中へ入れるこの改善坊め太いやつだお嬢さんを生き埋めにしてそんなことを言ってもここにはおらんさんはいねえいるもんかい天神山にいるわいさあ小金来いと改善を穴の中へ押し込んで 上から石蓋をちゃんとして、ずっと出て行きました。改善坊主はいいつらの皮だ。天罰とは言いながら、とうとうこの坊主、穴の中へ封じ殺されるように相なりました。第39席話は戻って、三三郎と別れた後、図書は仲間に果たし合いのことを話します。 こちらはお話二つになりまして、竹ヶ崎南山のかゆかが続祭では、かのよ、三三郎とはたし合いのよ、同類のもの一同は寄り集まり、ずっと居並んでおります。前の方にも脇の方にもいっぱいでございます。床の間のところにへりとりばかまを履き、ぶっさきばおりを着て腕を組んでしきりに考えているのがか湯川わ図書で、 そばに居る千島霊が「台風いかがなされましたお帰りになった後主事ご様子を伺っても一言のお答えもなくただ考えてばかりいらっしゃるが今晩すでにおはら山へおいでのおりおもしてまいろうと申したをいや友はいらんとおっしゃるから心配しながらみなみな控えておったがお帰りあってもとんとお話がないが」。 どういうわけですか。はなはだ心配で、三三郎は我々の悪事でも存じておりますかな。図書。何もかも彼は残らず存じておる。女房おらんをマボリの常連寺へ生き目めにいたしたことも彼は存じておる。へえ、一体彼は何ではございませんか。裏が奉行に津波みがあるとちらりっと聞きましたが。 探索型でも致しておりますかな「いやいや彼はなかなか上へへつらって名を打って男になろうという卑劣なやつではない。どうも気圧の魂には驚いた。彼はおはら山へ参りましたか。参ったとも先へ参っておった。うーん度胸のいいやつで。一人。うーん ししかしあなたがお馬で彼は驚きましたろう。ところが向こうも馬で。へえ馬の乗りようを心得ておりましたかな。馬はわしよりはよほど上手に乗る。蒔絵の蔵に月毛のたくましい馬にまたがって馬足をとどめてお原山の中央に立っていた時は実にどうも敵ながらもあっぱれの武者ぶりで。 なかなか表の向けようもなかった。ふーん、はてな。そこであなたが、調子屋においての無礼の次第をお問いなすって、わしもその無礼を問いかけて、何故妹をくれられんかというと、そこは、キャツ男で、盗賊だからやらんとは言わず、かわいい妹だから、貴公の女房にやって、また、 生き埋めにされるが不憫じゃからといって、悪事を言わず、実にどうも、感服いたした。それを知った上からは、助けてはおかれませんな。もっとも、助けておかれんから、たちの束に手をかけて、馬を進めると、三三郎も束に手をかけ、じりじりと寄ったが、なかなか隙はない。なるほど、キャッツー、 剣術も用途できまするか。いやわしよりはよほど剣道は上だな。ふん、残念ですな。なれどもあなたは飛び道具を持っていらっしゃったから。馬のくらい種子島をつけていったから打ち落とそうと思ったら向こうもどっこいこっちにもと小筒を出した時は実にどうも驚いたよ。 なるほどなるほどふうーん。しがないから馬から飛び降りてこれまでの悪事の段々何もかも知られた上からは貴公の手にかかって死ぬかさもなくば縄を打って八衆に引き渡せと言ったらわしは縄を取る役人でないから縛ることはできん。改心すればわしが妹よりは勝った女房を持たせよう。 わしが仲人になって生涯親しく付き合おうじゃないかと、実に情けの言葉でなかなか感心いたしたな。わしもそこで真実改心する気になって、これより頭を反りこぼち、朝の衣を着てネズミ色の図鑑をかけ、暗夜の僧になって飛騨の高山へ立ち越えると誓ったが、ここにいる命名も、どうぞ、 心を改めて、三三郎のその熱い心を無にしないように、衆ある者は衆方へ、親ある者は親の方へ帰参して、これから正しい道を歩いて、真人間になってください。ああ、どうも、実に弱った。うーん、それじゃあ、あなたいよいよ出家をなさるのか。はい。 見を幽計に、どうぞ我が隠れがへおいでくだされば、お別れのきをいただいて、臓布を洗い清めて山を下りたい。坊主になった姿を見て、あなた喜んでください。我らもお顔を見て立ちたいと言ったら、男じゃなあ。明日幽計から必ず参るとこう言った。明日幽計、三三郎が参るから、それまでに停発して、 衣を着る心底じゃ。ふーん。さあ、みんなはどうかな改心して、気なものになるかみんなも聞いたかタイはご覚悟のご神底だが、どうだいタイフがご改心なら仕方がねえ。山を降りようか。いや、俺は今更、盗っ人をやめるのは嫌だ。と、 大勢ごたごた相談しておりますと千島は「大風、私はこの山は動かねえ私も千島冷蔵でたとえ相手が強いと言ってもたかの知れた主張人ここへ来るというが幸いどうせ細ったわしが首だ三三郎と刺し違えて死ぬ分のことまた守備よく三三郎を仕留めればこの山に同類を集めて」。 毒を食らわば皿まで眠れであくまでもやり通します。あなたそれではあんまり尻腰しのねえというもんだ。わしは嫌だ。あなたそのご了見ならどこへ行くとも勝手になさい。手前はどうあっても改心はいたさんか。改心してももう身動きもできんほど悪事をしてどのみちお上の手にかかってそっくりをはねられる身の上。 坊太夫が今坊主になってもかゆかわ図書が在属の自分これこれの悪事があるといえば衣の上から縄にかかるは決まっている今改心して駄目ですぜいやいみんなはどうだい三三郎と刺し違えて死ぬ心底かみんなはどうだいこりゃ千島さんの言うのがもっともだわしらもおめえ様と同意で やるなればともどもあくまでもやりましょう。図書。ふ、うんそうか。そう度胸が座ったらいい。そうなら話すが、実は俺も衣を着て飛騨の高山へ行くと言ったは嘘だ。明日三三郎を欺きを逢せて、この山へ引きずり込んで、なぶり殺しにしてやろうという冒険が胸に浮かんだから、今夜空泣きして、 改心の手を見せたのだが、さすがは町人、知恵は足りねえ。そんなら行って、見届けてやろうと高慢ぶって抜かしたが、いよいよ明日の夕来たときは、寄ってたかって、腕足を踏んじばって、すっぱだかにして、頭の毛を一本一本引き抜いて、その上で五分試しにしなければ腹が言えねえ。そいつは、面白え。 台風がその了見なら、わしらは十分に働きます。と、なおいろいろ明日の手はずを示し合わせておりますと、忍び足で来た江戸や判事が縁側から、ごめんなせい誰かええ、わっちで。西浦賀の判事というもんで、かゆかわ様のお宅はこちらで。肝を潰した。 どこから入った縁側の戸が空いていたから、そこから入って。大層大勢様で、おにぎやかで。けしからんやつだ。どこから入りやがった。しまりある場所を入りやがって、もんでも乗り越えて入ったか。他に入れるわけはねえが、こいつてめえ、族だな。いや、族だ。てめえ、盗賊に違いあるめえ。 第ンジは図書の手下になって三三郎をだますから使ってくれと言います。用語解説。ちょっくら持ち。隙を狙って持ち逃げすること。かっぱらい。おひやり内心からかいの気持ちを持ちつつも表面は褒めること。ンジ冗談言っちゃいけねえ。 賊はおめえさんらだ。わっちは西浦賀の浄路屋の判事というもので、楽器の自分から身状が悪くって、たびたび方々にくすぶっていて、のでん博打をひっさらい、またちょっくら持ち見たようなこともどどやって、ずいぶん悪いことの方にゃお役に立つ人間だから、マボリの海前さんにこなたへ引きつけてくれと言って、手紙を書いてもらったから、 これを読んで見ておくななな冷蔵妙なやつだなタイこれは改前の書面で「んー何何?と」と千島は改前の手紙を読み下しておりますと図書はじろりっと判事をねめつけて図書「これ手前は江戸や判事というか手前は東浦賀の石井三三郎には」 文を受けておる身の上だな「手前これ三三郎の犬になってきたな」「冗談言っちゃいかねえ犬なんて」いや犬になってきたこの書面は改善坊主の書いた書面でもあろうけれどどうも手前はいぶかしいこれこれこいつを縛ってな正してみろ」「これこれ冗談言っちゃいかねえ ただしても何にもねえ。つまらねえことを言っちゃいけねえ。一体、海前さんがこの手紙をわっちに書いてくれたにゃわけがあるので。海前さんがこの手紙を書いたな。な何です。わっちは一体、小金という旦那もご存じの江戸の吉町の芸者ね。あれと夫婦約束して女房にしようと思ったが、このごろ変に嫌になって。 どうかして江戸へ帰そうと思って手立てをしたが小金目ギャーギャー吉ーのようになってわっちを殺すって追っかけるのさ。わっちもおっかねえからマボリの常連寺へ逃げ込んでヨーヨーのことで助かったが家を出るときゃ兄貴と喧嘩して兄弟への縁を切るし2年越しも世話になった女と一緒になるも嫌になって孫つき出した日にゃ どうせこの世には望みはねえ。うめえものでもたんと喰らって、面白い思いをして、太く、短く、生涯を楽に暮らして、縛られれば100年目、この粗末なそっくびを飛ばして、帳消しをしてもらうばかり。お役に立つか立たねえか知らねえが、まあやってみておくんなせえ、お願いだから。手前の申すことは取り上げ 手前はサンサブローの犬に相違ない。縁側で聞けばおめえさん方三三郎を生け捕りにするなぞと言うがそれは駄目ですぜなぜなりゃあいつはめっぽう力がある十八人力あると言いますら裏が中で聞いてごらんなさい剣術も随分上手で30人ぐらいは一緒にかかってもポンポンやられて ととても寄りつくことはできんがそこはわっちがガキの自分から気性を知り抜いているからあいつを騙すことはわけはねえ。今までもその手でむやみに銭金を使わせたがあいつにはちょっとした呼吸のおひやり方があるのでただでもいかん妙におひやり方がある。早くいや大勢で立てまつって。 一杯飲ませる酒の中へしびれ薬を入れて飲ませるのでこれを飲ませれば体が効かんここにはお医者もおいででしょうから読書を調合してお片付けなせえそれも初めからではどうしてなかなか取り付けねえポンポンやられるあいつを騙すことは判事は上手で図書「さようなことを言っても俺は持ちいいん」 なるほど小金は存じておるが手前とはひとかたならぬなじみの中でそれを今さら捨てる謎とはどうしてどうして真に受けられん。い,いえ本当で何のつけに嘘などをつきますものかそりゃあ改善さんも証拠人で」と言い合っているところへ縁側から駆け上がってきた小金は帯もずるずる髪振り乱して 片手にはカミソリを持って顔色を変え。さあ、ハンジさん、ここへ出なさい。あきれかえって物が言えない。お前のおかげで、カイゼンさんにまで騙されて。さあ、もう許さない。お前を殺して、私も死ぬからこっちへおいで。いやいや来やがったな。どこからへいったこいつめが。どこから来てもいい。さあ、女の一年だ。 誰でも止めりゃあたっきってしまう。さあ悪性男こっちへ来い。これさいい加減にふざけろえ。まあ危ねえ。そんな刃物を持ってこれ人様の前だ。まあこっちへ来ねえ。と判事は立ち回りながらお金の油断を見すましてカミソリを叩き落とし手早く買い取りて。さあもう大丈夫だ。 この甘っちょめが」といきなりタブサを手にひっつかんで2つ3つ殴りつけそれからそこらを引きずり回してひいひい泣くやつをぶったり蹴ったりして帯を取ってぐるぐる巻きにし縄を持ってきて垣根のそばのえのきの大木に縛りつけてそこにある棒を拾ってピシピシぶちますとお金さあ 殺「殺せ殺殺せせば己幽霊になって食い殺すぞ」と金切り声を上げて泣き叫ぶのを「何のうぬ殺せも何もあるものか幽霊にでも何にでも勝手になれ」とピシャーリピシャーリとぶちますから図書「まあまあ静かにいたせどうもひどいやつだ。 手前本当に殺す気かへえなるほど手前はひどいやつだまったく手前は同類になりたいかへえなりてえから願うんです本心か本心の何のとっておめえさんも疑りぶけわっちが本心の証拠には三三郎が来たら手始めの方向に。 「一番三三郎をだまかしてみせましょう」「うん本当なら耳を貸せ」「へえうんなるほど承知しやした一番すっかりとやってみせましょう」「その通りにしろ三三郎をだますことはその方に申しつける方向を始めに欺きおわせて読書を飲ませろ」と 大勢寄り集まり明日の手配りをしているうちに夜が明けると幕ズ祝言の調合で読書をこしらえこれと良い酒とを用意して鮎川かかをはじめ千島冷蔵幕ズ祝言までも実に青菜にしようというような皆なが折がれて海進というような願色をして三三郎の来るのを待っておりますと こなたの石井三三郎は実に強い男でたった一人で南山のか川の属災へその日の夕景に乗り込んでまいるというお話ちょっと一息つきましてまた後を申し上げます。第41席へ続く